はいどうも、強化人間 S5345、 どうも関西は骸骨サバゲーマーの佐々木です。はい、今回も引き続き天の子はやっていきたいと思います。はい、まあ、前回の動画見ていただいた方は分かるか分からないんですけども、アセンベの方が、はい、だいぶいろいろ変わりました。はい、こんな感じですね。はい、カラーリングはアーマードコア2の頃の、はい、一応私火星からのアーマードコアミンなので、ちょっとそれっぽい色合いですね。ちょっと明るいかなって気もするんですけど、一旦まあこんな感じで、はい、だいぶね、前回の動画から見たらね、パーツもこちょこちょこ変えてるんで、はい、こんな感じになっております。で、まあはい、今回しかもね、デカールの方も早速作りまして、はい、ちょっと私っぽい感じにしてみました。いい感じですね。さあ、そんなこんなでイミッションに行きたいと思います。はい、続きまして、こちら多重ダム襲撃、こちらの方を挑んでみたいと思います。621、仕事だ。はい、メイラの本社の作戦に参加する。ブリーフィングを確認しろ。ウォルターから話は聞いているな。では作戦内容を説明する。一字一句聞き漏らすな。すごい、今回ベイラムは解放戦線の治水拠点ガリア多重ダムを叩き潰すことを決定した。ライフラインの破壊により連中が泣いてわびる損害を与えるのが目的だ。我がレッドガン部隊からはガンズ4ボルタとガンズ5イグアス2名の役立たずが出撃する。貴様はその下、うちの役立たずにつけられた安いおまけだ。おまけである貴様には一昨日空きが出たラッキーナンバーコールサインガンズ13を対応する。ガンズ13負傷。あ、はい、負傷したか。では準備を始めろ。愉快な遠足の始まりだ。いいですね。ちょっとなんかハートマン軍曹的なことこれ。絶対モチーフにしてるでしょ。いくぜガンズ13だって。え、ガンズ13か。名前が増えたな。ちなみに345でお願いします。345で、あ、はい、行ってきます。メインシステム戦闘モード起動。あ、じゃあよろしくお願いします。これよりメイラグループ専属 AC 部隊レッドガンによる作戦行動を開始する。突入しろ役立たずども。やっとー。独立傭兵かよ。野良犬の世話をしろってね。レッドガンも舐められたもんだ。目標一気破壊だ。エオドライド、お前のようなコッパは知らんだろうがな、俺たちレッドガンは壁越えにアサインされている。この仕事はだらしだ。終わったら土壌どもの要塞を落としにかかるのや。ガンズファイル、おまけとの交流に余念がないようだな。シューでもして、その欲回る下を縫い付けておけ。目標、息破壊。ミュールじゃねえか、粒の素人ってわけでもねえな。ガンズ4、一体いつき様が素人で亡くなった。評価はレッドガンにはいらん。改めろ、さもなくば荷物をまとめろ。やっちか。前線の MT も片付いたようだな。準備運動は終わりだ。続けるぞ役立たずども。いいですね、盛り上げてきた。はあと2機だ。先に進め。621、行きまーす。遠足はここからが本番だ。気を引き締めてかかれ。よいしょ。いちいちうるせえな。わかる。ガンズ5、まだ下が回るようだな。あ、させん。貴様の悪態がルビコンでも続くか見ものだ。腕の方も磨いておけ。マルチ6ミサイル最高。よいしょ、よいしょ。あ、エネルギーです。はい、目標は残り1機だ。621、行って。どっからや、貴様。聞こえるか、強欲な略奪者ども。我々ルビコニアンが屈することはない。
重量級の足つけてみました。はい、かっけえ、楽しい。うーいいですね。オッケー、パーツ組み換え完了。じゃあ行ってみますか。621、仕事だ。はい、アーキバスグループから依頼が入っている。傭兵レイブン、当社系列企業シュナイダーからの依頼です。作戦地点はベリウス西部ボナデア砂丘。内容は当社のコーラル反応調査を妨害するレビコン解放戦線の武装採掘艦、通称ストライダーの破壊です。ストライダーは資源採掘のための移動拠点でしたが、解放戦線により全面的な武装化を施されており、うんうん、我々企業勢力に対抗するための軍事転用の目玉とも言える存在です。なるほど。狙うべきポイントはメインジェネレーターに直結された大型レーザー砲台アイボール。増設されたサブジェネレーターによりシールドを展開しているため、まずはそちらの破壊を優先すべきでしょう。なるほどね。ブリーフィングは以上です。よろしくお願いします。オッケー、行くぜ。トライダーの破壊。お前の名を売るチャンスだ、621。ストライダーを潰せばアーキバス本社からも買いが入るだろう。オッケー。メインシステム戦闘モード起動。じゃあちょっと行きますか。ミッション開始だ。いいっすね。まずはそちらの先にいる武装採掘艦ストライダーに接近しろ。よっしゃ。不明の AC だと企業の犬か。アイボール起動、焼き払え。了解、コーラルよ、ルビコンと共にあれ。ルビコンと共にあれ。来た。やばい、これはあれですね。やばい、あげげげげ、あげげげ、企業の本部が倒れた。コーラル、ルビコンと共にある。まあ、どうしよう。
どうしよう、難しいかもしんない。どうしよう。戦闘モード、あの VOB が欲しいですね。バリアブル、何でしょう、オペレーションブースター、何やったっけ。まずは殺人の先にエラブスを採掘か、ストライダーに接近しろ。予測不明の AC だと。企業の犬か。ハイボール起動、焼き払え。了解、コーラルよ、ルビコンと共にあれ。ルビコンと共にあれ。なんでお前平気やねん。ハイボール砲台にエネルギー充填。うか、よよ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 。すごいすごいすごい。まずは足を潰します。しまったな。いや、いても射撃武器ですよ、けどな。パインって言ってます、パインって言ってます。あ、浮いてる。おお、すごい、激しい激しい激しい。まず一つ、取り付いてサブジェネレーターを破壊しろ。よいしょ。よいしょ。BGM変わった。お、流れが変わったな。よいしょ。オッケー、取り付いた。この AC は花のレッド。やむを得ん。後部車両を切り捨てろ。あ、やばい。連結を解除して進むつもりか。エネルギー切れ。エネルギー回復しよう。よいしょ、逃がすかーい。危ない。電気振り払えません。諸君はコーラルの戦士だ。すごいな。サブジェネレーターを進む。ジェネレーターどこ。あ、踏みつける。あった、見た見た。あー怖い、あー怖い、あー怖い、あー怖い。いいな、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 いいな。サブジェネレーターの破壊を確認した。よし、残りは1つだ。あ、やばい、足足、あ、あ、あ、うん。あ、もうね、実はこういうの嫌いなんですよ。昔、あの忍びっていうゲームがあってね、その時にあのこういう足場が悪い系はもう本当に嫌な思いが。はい、よし、ほいほいほい。次どこ、反対側かな。ターゲット、あった、逃げた。ピーピー、よいしょ。あ、いで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 ちょいざ。サブジェネレーター大破。残り2つ。あー、これ最後か。今じゃなかった。いで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 いフ息詰まる。だね、あとのサブジェネレーターどこ、あとのサブジェネレーターどこ。だだ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 だ。やばい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 、はいはい、やばいやばい。これ残り 30%。
そんなとこなさってですね。とりあえずこれで守る。うおクリアできるのかなこれ。やばいやばいやばい、逃げたい逃げたい逃げたい、うぅぅ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 ぅ。真ん中って、真ん中のジネーターってどこすか。もうちょい下、下おいよ、おぉぉ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 ぉ。おお、見た。ああ、ご丁寧に足場がありますね。あ、ちょ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 。あと一つ。このストライダーこそ犯行の要。失うわけにはいかん。切断、処刑。手汗握るぜ。ここからはお前の出定だ。仕上げに入れ。でいって。残り 50%。オルタさん、オルタさん。エネルギー充填。どこに？モーラルに当たったをやっつけ。アームズほど撃破。いいですね、面白い。はい、というわけで今回はストライダー撃破までにしておきます。次回はいよいよ壁越えになるんですかね。はい、これからもガンガンちょっといろんなボスに挑戦していってね、早く自分の火星時代の腕を取り戻したいと思います。それではまた皆さんどこでお会いしましょう。またねー。